QR コードというものももう珍しくなくなりました。20年前に愛知県のデンソーさんが作られた QR コードは、今まで日本国内ではあまり重宝されてこなかったと思います。それが海外で先にブレイクをして、例えば中国などはもうスマホで現金決済ができてしまう時代が来ました。日本でも4月から携帯での現金決済が始まります。そんな時にカタログとかパンフレットとかポスターとか、まあ雑誌、フリーペーパー、折り込みチラシ、そのものに最近はよく QR コードが目にするようになりました。でも今までの QR コードは1対1ですね。例えば YouTube を作ったとかホームページを作ると URL ができます。その URL ができた時にやっと QR コードが作れるわけです。そしてそれは一つの QR コードからホームページに飛んでいくとか、一つの QR コードから Facebook に行くとか YouTube に行くという1対1の関係でありました。でも今私たちが使っている QR コードは複数のコンテンツにつながります。一つの QR コードから20個もしくは200個400個というふうに、見出しがあって、込み出しがあって、そして商品に行くような使い方もあります。そしていつも中身のコンテンツをつなぎ替えることができますから、いつも新鮮な情報がそこに集まってきます。このような印刷物と SNS、20年前からある QR コードにもう一つ機能を加えることによって新しいコミュニケーションの形が取れると思っています。この事例は今から実際に使われているものをご紹介していこうと思いますが、ぜひその事例集をご覧になっていただければ幸いです。